はい、ハンマー家の本家のハンマー岩先生です。まあですね、国家で君が要は、で打たれてるハンマーという岩尾というのが私の名前で、父爺さんの名前であると言って、それで打たれてると言っておりますけどね。私のためじゃなくて、本物の貴族なんで、注意しろということでね。人間たちが架空に歌ってるんですね、勝手にね。ということで、私が公開したらね、みんな歌わなくなったでしょ。まあそういうことですね。ただね、総理大臣程度はね、名簿見てくださいよ。私の家でやってますから、やってた人、総理大臣やってた人、知らないとね、総理大臣ぐらいは私の家でやってますから、ね。私の地位というのはね、あんた誰だって、それはおかしいでしょ。ちゃんと名簿を調べてください。日本の総理大臣、偉い人のね、名簿を見れば、過去の名簿を見れば、載ってますから、家のがね。だから、総理大臣が言えないですよ。やってますから、私の家でね。ね、そういうことはよく知ってくださいね。あとね、橋本総理の甥とも知り合ったしね、近所ではね。それから亡くなった橋本総理大臣のね、中曽根総理大臣は仕事したことありますよ。フォックスの方で、九州の方のね、コンピューターの工場、大工場、席、顧問をやってもらったです。中曽根総理大臣にはね。で、中曽根総理大臣の秘書はもう私の知り合いで、私が仕事した時に運転してくれたんですよ。体育大かな。体育大のね、卒業し、優秀者で、優秀な人でね。それから、たくさんありますね。で、まあ、そういうことで、ちょっと記録を取っときました。総理大臣とか、偉い人ぐらいちゃんと、メモを取っとくこと。ね、私の家でもちゃんと総理大臣はやってますから、家で。あなた誰ですかって言って、何様だと言ってんだよ、こにゃろうが。ね、わかります？どうもありがとうございました。